アンティークってありますよね、吉谷さん。私たちのアンティークっていうのは、なんかこう、蓄音機とかね、レコードでも手で回すやつとか、まあ、それから、レコードの、なんていうの、ステレオセットみたいなのが、家の応接間みたいなところにあったりとか、当時、団地住まいで、部屋はどこもキツキツなのに、無理やりね、そういうのを入れたりとか、おまけに上に百科事典置いてとか、まあ、そんなのがステータスだったのかな、というふうに思いますけども、まあ、今ね、ああいうバカでかいものが、部屋の一角を占めてることはないんですけども、逆にですよ、逆にアンティークとして CD プレイヤーとか MD ラジカセとかね、いわゆるこの電音とかのこうコンポみたいなのがボーンってあるっていうのは、なんかある意味当時手に入らなかったものをこうたしなむっていうんですか、なんかそういった喜びはあるかもしれないですね。私もね、MP3 で聞くこともあるんですけども、あえてねMD、CD、レコードで聴くという喜びを持ってるんですよ。なんですかね、なんかこう効率よくなって便利になったのに、逆にそうじゃない方向に進むみたいな解雇主義っていうのか、いまだに馬車ってのが使われたりするのもその一部かなと思いますし、まあキャブレターエンジンって言ってね、40年前50年前の主流だったガソリンエンジンの方式をわざわざ使ってなんか自分で磨いたりね、整備したりとかね、そんなもんありますからね。だからその商品の一つに懐かしいってものがあるのかもしれないですね。まあクレヨンしんちゃんの大人帝国っていうなんかシリーズも妙に私の胸を打つストーリーだったんで、唯一クレヨンしんちゃんの中で見てるんですけども、大人帝国ね、これなかなかいいですからね、昭和を味わいたい方にはおすすめです。よろしく。